ちょっと失礼。あなたの踏み心地を試させて。設定が。へえ、このモルゴースの椅子志願者ね。でもダメ。まずは足置きから。超ゼノピアの名をその身に刻むがよい。私は何者にも縛られない。女王ゼノビアが力を貸しましょう。この黒き刃が貴様を断つ。モルドレッドだ。手を貸してやるが、お前に屈したわけではない。悪を浄化するためなら協力は惜しまない。俺は織田信長。ま、適当によろしく頼むわ。無欠。今の俺にぴったりの言葉だ。私に任せて。
力は皆を守るために。ますます力がみなぎるな。ブリュンヒルデよ。だるいけど呼ばれたからには力ぐらい貸すわ。私はグレーテル。ねえねえ、ロードはお菓子好き？ゼノビアだ。共に戦おう、主よ。俺はカゴート。お前の器、試してやる。私？シュベルトライテ。あなた、私の馬に似てるね。上司様とは俺のことよ。戦なら俺に任せやがれ。メリークリスマス。はじめまして、ベアトリーチェです。新しい力ね。あなたで試してあげましょう。新しい力ね。あなたで試してあげましょう。
いい。俺は最強というものを受け入れる。いい。俺は最強というものを受け入れる。よし、新たな力を得たわよ。よし、新たな力を得たわよ。皆さんについていけるよう鍛錬中です。急ぎましょう、マールコットへ。うわー、ロード、血が出ていますよ。さっきの戦いで。待っていてください、近くに薬草が。大丈夫です、私が何とか。
参りましょう。道が分かれているな。ロード、どちらに行けばいいだろうか。ねえルーチェ、ロードって何なの？のことみたいだけど。英霊を統率する者をロード・オブ・ソウルと呼ぶと伝承に残ってはいるのですが、私も詳しくは。ただ化け物を模様にしたあれはロードが使う封印の力と伝わっていますし、何より英霊のアーサーさんたちがそう呼んでいるのですから、やはりロードなのでしょう。分かったような、分からないような。マールコットとやらへ急いでいるのだろう。あ、ごめん、すぐ行く。とはいえ注意を払いながらでないと物陰からの襲撃に反応できないかも。私たちはともかく、ルーチェさんやメルメルにはあの化け物は危険でしょう。確かに潜んでいられては厄介だ。森をなぎ払うという手もあるが。だろうな。ごめんね。気にするな。お前たちに何かあっては本末転倒だからな。必ずお守りしますからね。ありがとうございます。では参りましょう。悪いな、ここで消えてもらう。俺の仕事を増やすんじゃない。楽しいな。皆さん待ってください。動くと危ないね。そうだそうだ、当たってください。皆さん待ってください。当たってください。俺の仕事を増やすんじゃない。ゼノピアの名をその身に刻むがよい。疲れたわ。どっこいしょっと。これでもっと頑張れそう。元から強い俺がまだまだ物足りない。またイス指導者が増えてしまうわ。邪魔をするな。へい。こっちに来る。私が盾になります。大丈夫です、マリンカさんは避けて。メルメル
ってください。うわあ、木の枝が引っ張り上げてくれた。何これ、すごい。お見事。しかし危なかったな。よく逃げてくれた、ルーチェ。町から逃げている時もこうやっていましたから、少しは慣れましたよ。ねえねえ、これって何？僕びっくりしちゃった。これは腐術というものです。私こういった植物に働きかけるような術が得意なんですよ。メリクスと契約することで使えるようになる奇跡のようなものですね。腐術、これが腐術か。巫女さんはそういうのができるってのは聞いてたけど。メリクスにまつわるものですから、あまり人にお見せするようなものでもありませんしね。そういうものか。でも今となってはそうも言っていられません。私も戦わなければならないのですから、出し惜しみをするつもりはありませんよ。承知したが、なるべくならやはり使うべきではないだろうな。そうでしょうか。切り札というものは隠しておくべきだろう。敵のまさかと思うことが好きになる。さっきのようにな。ああ、なるほど。とはいえ、俺たちがしっかりしなければそれも生きては来ないか。先ほどは少々迂闊だった。ああ、努力する。同じ過ちは繰り返さんよ。もうすぐマールポットですよ。ここがマールポット？そんな、ここまで。町のみんなちゃんと逃げられたかな？どこにいるんだろう？ねえ、探しに行こうよ。ああ。だがその前に、ロード、囲まれているぞ。町に戻った途端。占領されていると考えた方が良さそうだ。やるか、ロード。獣の群れの中に女の子？あれはミディア。どうしてここに？ミディア？ルーチェの知り合い？ならば救出あるのに。行くぞ、ロード。悪いな、ここで消えてもらう。皆さん、待ってください。俺の仕事を増やすんじゃない。動くと危ないわ。皆さん、待ってください。
っと失礼。あなたの踏み心地を試させて。前提が。疲れたわ。どっこいしょっと。元から強い俺が。まだまだ物足りない。またイス志願者が増えてしまうの。私に歯向かうとはいい度胸ね。動くと危ないわ。もっと遊べるの？そらそら。俺の仕事を増やすんじゃ。もっと遊べるの？動くと危ないわ。俺の仕事を増やすんじゃない。すごい。元から強い俺が。またイス志願者は。まだまだ物足りない。ただごとではないだろう。何かあるぞ。何かって何です？ミリア、何があったの？あれ
からどうなってしまったんです。パッパッパッ。あれ、何をしてるの？武術を使おうとしてる。まずい、何かが来るぞ。コード。これは。バカな。一瞬で全てをソウルコードに変えただと。ソウルコード？魂、あるいは本質、そういったものが文字となり具現化したものだ。しかし、なぜあの少女が。これも武術なのか。こんな武術、私は知りませんし、ミディアが使ったこともありません。ミディア、何をしたんです？ならない。そういえば、僕たちなんで。あ、ねえ、見て、左手。レックスは分からんが、ロードの力で防げたようだな。もう、踏んだ、踏んだ。また不術。嘘でしょ。あちらに問答するつもりはないようだな。どうする？あまり手荒なことはしたくないか。お願いします、ミディアを助けて。お願いします。心得た。合わせるぞ、ロード。悪いな、ここで消えてもらう。俺の仕事を増やすんじゃない。もっと遊べんの？そらそら、動くと危ないわ。もっと遊べんの？動くと危ないわ。クモはなんだか大変？俺の仕事を増やすぞ。楽しいな。すごい。なんだか変な感じ。
様で最後。おお。ミディア、お願い。私の話を聞いて。あの後、あなたに何があったの？ルーチェ！ルーチェ！そうです。私です。ルーチェですよ。私がわかるんですね。さあ、こっち。まさかとは思うが、あの空を飛ぶのも不術だろうか。少なくとも私はそんなものは知りません。そうか。あの子何なんだろう。リーフィンの巫女さんだっけ。ミディア、あの時私を助けて、それから何が。もしかして、だからだとしたら、私は ルーチェのお友達なんでしょ。何がどうなってるのかわからないけど、心配なら手伝うよ。私思うんです、できることを精一杯やっていれば、きっと何もかもうまくいくって。現実はそうは甘くない。そうでしょうか。が、いつまでもくよくよしているよりはよほど建設的だ。そう、今できることを。そうですね。ここで立ち止まっていてはミディアはずっとあのままですし、それにマールコットだってこのままにはしておけません。私は巫女なのですから。町のみんなが帰ってくる場所がなくなっちゃったね。ここ花壇があったんですよ。もうすぐ花を咲かせそうだったのに。いつの間にかお手入れされてる不思議の花壇？それ、私です。巫女さんなのにわざわざ自分でやってたんだ。いつもありがとうね。俺はマールニウムという、この辺りの森にしか咲かない花なんですよ。そうだったんだ。そういえばよその町では見かけなかったな。赤い小さな花が可愛くて、私とっても好きなんです。これどうにかして元に戻せないかな。なんて無理だよね、いくら巫女さんでもさ。ソウルコードになってしまっているからな。ただ壊れたのとは訳が違う。本質、魂は英霊、バロードで、それなら元に戻せるかもしれません。本当に？巫女であるミディアのやったことなら、それは巫女である私が元に戻せないということもないように思えますし、それにソウルコードであるのなら魂ということでしょ。であれば英霊さんを召喚する要領でやれば元の状態に復元できるとも思えませんか。その理屈はよくわかんない。やってみて損はないでしょう。やりましょう。というわけでお手を拝借しますね。
召喚の時もやってたけど、どうして手をつなぐの？こうするとから力が流れてくるんですよ。初めてにお会いした時、手に触れたでしょ。それで気づいたんです。あんな状況でしたから落ち着いて確認はできませんでしたけどね。そういえばぶつかって転んだルーチェを助けてたっけ。ではやってみますね。あるべきもの、あるべき姿に、ランジよ帰り来たれ。元に戻ったってことでいいのかな。少なくとも形を取り戻しはしたな。ソウルコードであるよりはマシだろうさ。これができた。それならソウルコードをまとってああなったミディアもきっとできると思います。なんだ？どうしたの、アーサー？かすかにだが、声が聞こえる。どこだ？ここだ！この瓦礫の下！誰かいる！レナート！あなたは自警団の。よかった、生きていてくれました。だがひどい怪我だ、マリカ。はい、すぐに。私たちはとにかくレナートさんが休める場所を確保しましょう。分かった、アーサー手伝って。心得た。
私の歌で元気いっぱいにするわ。みんなのために歌うの。